この角度好きかな俺。ハーレーのウルトラでしたっけ？ウルトラの103。103。やっぱこれメッキングいつもテッカテカにやってます？やっとるよたまに。なんかこの間ちか前見た時よりもさらに光ってるような気がするけど。やることない。やっぱこうやって見ると普通のバイクと違って全然でかいっすよね。あれマフラーこんな太かったでしたっけ？ああ太いよ。で排気量が1200でしたっけ？1600。あ1600。80。普通の国産のセダンと一緒ぐらいの大きさっすよね。ちゃんとご自宅ではやっぱり。だからアメリカ日本だと 1680cc とかいう、うん、でキュービックインチやよね。そう、だから 2.54 の3乗。あそういうことか。そうそう 2.54 の3乗かける1689。僕のこのこいつこのインパラが305キュービックインチやもんね。ほんで5リッターちょうど。ああそういうことね。ていうかこれついとるものが入ってくっすよね本当に。ガソリンでも向こうはガロンで、ね、ガロンやね、うん、あれこれはキロ、あ、マイルじゃなくてキロなんやね。そう、これね、日本仕様で来とるから、でもそういうパーツっていくらでもあるんですよね。マイルの方がいいとか。あるって言うんだったらあるけど、まあ、ね、車検証みたいなのだけ分かっちゃう。すごいね、中もオイル漏れ一つないね。めちゃくちゃ熱いよこれ、これな本当にめちゃくちゃ熱い、やけどしたもんね、オイルもどこ一つちびってないですよね。いかついですねこのエンブレムこれ、ね、知っとる人からすると、2013年だから今21年8年前でしょ。8年前でまだこれ1万キロだもんね。これ8年落ちなの？8年落ち、2013年。もっと新しいかと思った。全然もうこれ、今のもうみんなここがコンピューターなんだけど、タッチパネルだな。あ、本当ね。それに 2000cc まで。エンジンはもう全く違う。あれ、パワー的っていうか、まあその飛ばす車じゃないと、バイクじゃないと思うんですけど、やっぱ全然違うんですよ。全然違う。やっぱりちょっとでもあれだと全然違う。すごいなこのディスク。これは点滅っていうか普通にウインカーでつくんでしたっけこれも？そこはつかん。あ、これはあの、マーカーみたいな感じ。そう。なんかここも変えたね。あ、これスモークのレンズになってますね。そう。であとここを変え、いかついな。ここを変えなあかん。今流行りの LED で、すごいねこの電球入ってる。ミニとかさ、真っ白系でしょこれ。え？真っ白系のあの LED のヘッドライトになってるのこれ。うん、これは違う。これはまだ変えてないもんね。普通の古いやつ。だで、あの LED に。だけど。かっこいいなこのイーグルの。これデカールでしたっけ？そう、これはこれで貼ったの。これはあのこの2013年のモデルしか貼れんの、14年からは貼れん。え、なんでそれは？これが違う。あ、これがね、違うんだ。これは全然違うし、これもね、付けれん。2013年まで、あの僕は個人的にハーレーだともう本当に昔のうちかもっと古い感じのやつで、あのヘッドライトのこのベゼルのとこにあのこういうアメ車みたいに、あのバイザーついてるじゃないですか、ね、あのなんか眠たそうな感じ、ああいうちょっとやもったい感じが好きですけどね。あれだとね、もうちょっとね、クラシック系がいい。そうやね。もうちょっとあれだとあのどちらかというと近代的なって感じだもんね。ロードキングとか、ね、あの辺はかっこいい。すごいね。
だってこういう、これ燃料タンクの蓋でしたっけ。そう、こういうのでもめっちゃ高いんですよね、パーツ。あとこういうこだわるとすごいでしょ、このグリップロが。これ、うん、これだけでね、うん、6000円ぐらい。高いな。このただのプラスチックで。あ、これあのメッキのプラスチックなんだ。そうそうそう。これだからつけて、これもつけて、これもつけて、だからここ、うん、普通はもうみんなあれだもん、あの何もないもん。うん、こここれ。うん。あ、サワロスキー入ってて。そう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 。これはこれもあれハーレーの。これアイスなんとかって言って。これもだもん。すごいね、しかし。あと、あとテールランプかな、テールランプってブレーキランプかな、これも LED に浸透。あれ、これも変えたんですか、後ろのこのレンズも。そう。あー、かっこいいね。レンズ変えて、まあ、これはね、勝手につけた。うんでこれ今 LED にこれから変えれば、結構 LED 明るいじゃない。じゃあね、まあ、あとそれぐらい。ちょっとこれに合わせて、あのちょっとスモークがかかったレンズとかもありますよね。ああ、そうなんだ、そう、これ、うん、あるあるある、合うかなと思うんだけど、個人的には。そう、俺はね、やっぱここに赤があるでいいかなみたいな。ああ、なるほどね。そう、だからこの赤のやつもある、うん、こういうこのウルトラのこの感じだとマフラーはやっぱりこういうどっちかというとバスンとハスに切ったような太いマフラーの合うんですかね、やっぱり。ああいう僕のフィッシュテールの、ああいうクラシカルな感じが僕は好きなんですけど、あれだとやっぱりね、ちょっともうちょっと古い、やっぱり古い。そうやね、また違う年代のあれやね。すごいね。ちょっとあれが違うね。これ後ろに乗った人って足どこに置くんですか、こういうの。足ここ。あ、そこが、あ、そうやってなってるんだ。そうそうそう。へー、乗せたことないけど怖い。なるほどね。スピーカーもえぐいねこれ。やっぱこれスピーカーもこれとんでもない音するんですよ。まあここでデッキで調整、そう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 、音すごいですよやっぱ。音ね、うん、音はね、かっこええな。これは Bluetooth なんですか。違う、CD。 あ、デッキ入れるようになってるんですね。こんだけうるさいマフラーでも音大きい。やっぱこれがすごいんやろね、マフラー。あーと、スピーカーの。そうだね、こことここか。そう、スピーカー音全然聞こえるもんね。ほんで、小さくしとっても高速化すると非常に音が大きい。ああ、何この振動とか、勝手に、勝手に振動を調整する。すごいね。まためちゃくちゃ音質がいいっすよね。そう。いいや、これ。2000年、だから1個前だと思う、全然なんだ。あ、音が違う。今だったらもっと違う。今だったらここに聞いてる。6スピーカー。